ラトゥマラナ空港は、スリランカ西部州コロンボ県のデヒワラマウントラビニア市、ラトゥマラナに位置する空港である。主に同国最大の都市コロンボの国内線を担当する空港であり、コロンボの中心部から南に1 5トルほどの距離にある。コロンボ空港とも呼ばれる。開港は1935年、民間使用の開始は1938年で、スリランカでは、 トリンコマディ空港に次ぐ2番目に古い空港である。1967年にバンダラナイケ国際空港が開港するまでは国際線も担当するコロンボ唯一の国際空港であった。軍民共用空港であり、ラトゥマラナ空港にはスリランカ空軍のラトゥマラナ空軍基地が置かれている。2013年現在は主に輸送任務に従事する第4。 第8飛行隊が駐屯している。スリランカ内戦期間中は空軍基地としてのみ使用されていたが、内戦終結後の2009年頃から再び民間利用が開始された。2017年には運輸大臣からモルディビアン航空のマレラ・トゥマラナ・ウィンの就航が計画されており、国際線が50年ぶりに復活すると発表が行われ、2018年には 開港80周年記念式典とともに、ラトゥマラナ空港の整備計画が発表された。この整備計画は2030年までの期間にもので、それによれば誘導路の新設や格納庫の改装、新幹線等の建設が行われ、その費用は総額14億7900万スリランカルピーにも上る。その内訳の一部は、また、ラトゥマラナ空港の運営権が、 スリランカ民間航空局からエアポートアビエーションサービス株式会社へ移管されることが決定した。コロンボ中心部に位置するがゆえに、ラトゥマラナ空港への侵入ルートは制限がかかっている。国会議事堂上空の飛行制限区域であり、国会議事堂の上空1帰りに飛行制限がある。ためこの空港を離陸した航空機は急上昇を行わなければならない。 現在はより大型の航空機の就航のため、航空局が飛行制限を0.25回りに縮小することを検討している。ありがとうございます。